こんにちは。ドラム講師の森健亮太です。本日は質問いただきました。大学でドラムを始めてからだんだん音楽で生きていきたいと思うようになりました。社会人をしながらでも可能でしょうかということなんですけど、結論から言いますと可能です。音楽で生きていくこともドラムでご飯を食べていくこともラジオに出ることもテレビに出ることも M ステ出ることも東京ドームでライブすることも可能です。稲盛和夫さんの生き方っていう本に僕の好きな言葉が書かれてあるんですけど、思う通りにならないのが人生だと考えてるからその通りの結果を呼び寄せてるだけのことであって、思うようにならないという人生も実はその人が思った通りになっているっていうことが書かれてるんですね。つまり自分の人生っていうのは自分が思い描いた通りになっていくっていうことが書かれてあります。自分が思っていることっていうのは行動になるので、だから例えば社会人をしながら音楽で食べていくのは難しいと思ってるとその通りの行動になるし、その通りの結果になるっていうことですよね。音楽で成功するのは難しいって言われることもあるし、よく耳にするとは思うんですけど、それってね、音楽を仕事にしてない人とか音楽で成功してない人が言いがちな偏った情報だと思うんですよね。仮に音楽で成功してる人とか音楽でご飯を食べていく言ってる人とかに話を聞いたりとかしたら、その人なりの成功したこととか失敗した経験とか、いろんな経験を語ってくれると思うんですよね。で、それを自分なりに消化して、で、自分なりの道を作っていくっていうことが大事になってきます。僕は10年前の22歳の時にドラムの先生を始めたんですけど、その当時周りから、いや無理やろみたいな、自分より上手い人が来たらどうすんのみたいな、もっと経験してからにするべきやってみたいな、もう散々言われたんですけど、もしもね、その10年前に僕がその周りの意見を聞いて、いや、そうやな、やっぱ無理やんなーって思って何も行動しなかったら、僕は教則本を出版するっていう夢も叶わなかったし、大好きなドラマーさんたちと共演するっていう夢も叶わなかったし、自分の好きなことを仕事にして生きていくっていうことは絶対叶わなかったと思いますね。だから、周りからはいろいろ言われることはあったけど、周りの意見を鵜呑みにせず自分の可能性を信じてよかったなと思います。チャンスとかきっかけっていうのは割と日常的に転がってるもんだと思うんですよね。音楽で成功するっていうことを強く思ってるとそのアンテナがビンビンに張ってるので、だからチャンスとかきっかけをつかみやすくなるし、自分なりに探しに行きやすくなる。つまり行動が変わっていくんですよね。音楽で成功するのは難しいって思ってると、その日常的に転がってるチャンスとかきっかけとかを気づかず通り過ぎていってしまうんですよね。だからやりたいことを叶えていくためには日常的にどういう思いで行動するかっていうのは大切になってくると思います。そしてやりたいことをね、叶えていくためには、コツ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 積み重ねていくことが大切になっていくと思うので、ぜひね、今自分にできることから始めてみてください。社会人をね、やりながら音楽を仕事にしてるっていう人もたくさんいると思うし、いろんなやり方とかいろんな道があると思うので、ぜひ今自分にできることから、コツコツね、始めていってみてください。応援します。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。